はい、オルガンライフです。今この動画 GoPro で撮ってますね。 GoPro の5、まあ今 GoPro の7が出てるから、まあちょっと古いかな、そんな感じもする。まあただ十分撮れますね。と言っても GoPro アクションカメラだから非常に広角、スポーツとかの映像を撮るときには嬉しい。ただこういうインタビューシーンとか撮るとき別のカメラがいるんじゃないか。もちろんお金とか持ち物に余裕があればもう一個専用のビデオカメラを持つのがベストです。ただ先立つものが必要ですよね。お金ですよ。それとカメラ、ほとんどがスポーツの撮影だから GoPro 以外のカメラは持ちたくない。めんどくさいから持ちたくない。まあそういう時 GoPro の設定を変えて照明をある程度つけることによって普通の映像で撮れますね。こういうトークの映像とかインタビューの映像、 GoPro の設定を強角にしてください。一番狭い画角にしてください。次にプロチューンを設定して ISO 感度、それを一番低くしてください。5ですと400まで下げられますね。ただ400でもちょっとザラつく。その場合シャッター速度を手動にするとさらに100まで下げられます。そうすると全体的には暗くなる。ただノイズは少ないですね。この状態で照明を焚く、まあそうすると普通のビデオカメラのような綺麗な映像を撮れますね。ノイズも少なめです。テレビ放送でも十分使える画質なのかな、そう考えますね。まあ実際汚くてもこのインタビューの少ない部分ですからね、その部分をどう考えるか。メインはスポーツの映像だからその部分は綺麗に撮る。そしてインタビューの時はまあ多少画質が低くてもいいかな。そういう人はこの機能を使ってください。あとインタビューとかでパンチのある声を撮りたい、そういう場合 GoPro にだってマイクをつけることができます。外付けマイクですね。今ここについてます。これをインタビュー受ける側、スポーツだったら選手側ですね。その人の胸元につけてきます。そインタビュアーはちょっと頑張って大きな声出してください。そうするとしっかり撮れます。まあ、あとインタビュアーの人が強い声出せばこの選手の人それに合わせて声が大きくなりますよ。だからよりはっきり聞こえるのかな。まあ、あとここにマイクついてればマイクと口の距離だいたいこのくらい、この場合周りの環境音より選手の声の方が大きいですよ。だから後でボリュームを上げても周りのガチャガチャ言う音それが入りにくいですね。ボソボソ声でも周りのノイズが大きくてもここにマイクがついてればいい音で撮れますね。 GoPro で撮影してる、でもインタビューシーンまで広角になるのは嫌だ、そう思ってる人、 GoPro の設定変えるだけで OK です。 GoPro 自体優秀なカメラです。強角、狭い角度にすれば綺麗に撮ることができます。ぜひ使ってみてください。あ、私オルガンライフです。ためになる情報、あとちょっとした役に立つ情報、それと時々商品紹介をしてます。ぜひチャンネル登録お願いします。あと通知ボタンを押しますと漏れなく動画が通知されます。ぜひ行ってください。ではバイバイ。